慶長五年、六月のある日の暮れ方に、岩城国、白川郡の東を走る山階の険しい道を越えてきた一体百二十四人の見知らぬ武者たちが、竹抜きという小さな谷合の部落へ入って野営をした。彼らは馬印も立てず、旗差し者も掲げていなかった。 みんな頭から灰をかぶったようにこりまみれで、誰の顔にも汗の筋が塩になって乾いていた。疲れ切っていると見えて無駄口を聞くものもなく、部落へ入るなりパタパタと地面へ体を投げ出すものが多かった。武将は32歳になる目の鋭い小柄で精悍そうな体つきの男だったが、 村へ着くとすぐ二人の副将を連れて村長の家を訪れた。そしてそこを宿所に決め、各隊の番頭を呼び集めて野営の命令を出した。大使たちは静粛に列を解いた。甲冑や具足を取り、わラジを脱いで谷川のほとりや吹きの周りへ汗を吹きに集まった。そこにもここにも、 たくましい裸が行き交い、水音が心よくあたりに広がったが、やっぱり無駄な話し声はどこにも起こらなかった。二段を引いてきた二十四人の足軽たちは、三箇所に分かれて氷糧を作り、それを手早く各隊へ配って回った。日没の早い谷会はもうすっかり暮れて、空には星がきらめき出していた。 風のないムシムシする酔いだった。蚊の群れが八方から寄ってくる中で、武者たちは笑い声も立てず氷糧を使った。湯をすするにも音を忍ばせるし、隣の者と話をするのも声を潜めた。住んだ者は腰氷糧を分けるから二台集まれ。そう伝えて回る使い板の声も、どこかしら押さえつけたように低かった。 そしてすっかり終わると、彼らは黙々として鎧や具足をつけ、新しいわらじを取り出して履いた。渋滞はひなわをかけ、やりたいは刺したばかりの鞘を跳ねた。こうして今にも合戦を始めそうな支度をしてから、初めて彼らは思い思いの場所で横になった。この間に十人の兵が、 部落周りへ立場のために出て行きまた副将の一人相良官兵衛が24人の兵を率いて先方隊として夜道へ向かって進発していったすべてが手こい順序と引き締まった沈黙のうちに行われたのでつい隣の村の住民たちでさえこれだけの兵が野営をしているとは気づかずにしまったくらいだった 竹抜きの部落はひっそりと夜を迎えた。平常と少しも変わらない静かな夜だった。梅雨を結び始めた草むらのそこここから湧き上がってくるように虫の根がさえ、落ちこちの森でなくフクロウの声が気味の悪いほどはっきりと谷にこだました。しかし時刻はまだそれほど遅くはなかった。 かなり老けたと思われるのに、谷合の下の方で十字を打つ寺の鐘が聞こえてきた。そして、その余韻が静かに尾を引いて消えてしまうと、村長の家からそっと武将が出てきた。後ろは残った副将の一人が岩道ちょを持ってついていた。今日は偉かったと見えて、みんなよく眠っているな。 あちらに一段こちらに一段とぐっすり眠っている兵たちを見回りながら武将は低い声でそうつぶやいたあの峠で精を出し切りました副将は時々岩道上鎮で寝ている兵たちを照らし出した二打がどうかと案じましたが今日の峠越えがあれで済めばあとは大丈夫でしょう 武将はひどい刀と言いつつ、この下闇の道を拾うようにして、部落の東の端の方まで出ていった。立場の紹介は厳しく守られていた。彼らは二人が近づいて行くと、木陰の闇から鋭く追加した闇の中で、持っている銃のひなわがちらちらと動いた。武将はその一人一人に、 ねぎらいの言葉をかけた。眠いのにご苦労だな。知っての通り、我々は狙われている。立番の役は、全大使の命を預かっているのも同様だ。起き手を忘れず、しっかり守ってくれ。その方、起き手の定目を知っているだろうな。副将がそばから言った。覚えておる通り、申してみ。 立番を仰せつけられたる者は、と暗がりの中で万死は形を正しながら、低いけれど力のこもった調子で答えた。許しなくしてその持ち場を動くべからず、万一その掟き手に触れたる者は、死災を問わず死罪たるべきこと。よし、死祭を問わずということを忘れるな。頼むぞ。 そして二人はまた他の方へと回っていった。立場の者に会うごとに同じ問答が繰り返されたが、それはいかにもこの一体の危険なことを示しているものだった。こうして二人が部落の南の外れへ回っていった時である。狭い桑畑の続く闇の中で、待て、誰だ、動くな。 というスイカの声が聞こえ、パタパタと人の走る足音がした。なんだ、武将が足を止めた。野獣でしょうか。後ろにいた副将がそう言いながら前へ出た。しかし、物音はそれっきり耐えて、今度は何やら訴えるような若い女の声がかすかに聞こえてきた。 ちょっと見てまいります。そう言って副将が走っていった。武将は道の上にじっと耳を澄ましていた。身の回りは虫の根でいっぱいだった。根取りでも立つのであろう。左側の草林の奥で、時折バタバタと翼の音がするほか、あたりはひっそりと夜のじまに包まれていた。 間もなく副将が戻ってきた。彼は肩と腰に包み物を結びつけた農家風の若い娘を一人伴っていたお旗頭にお会いしたいと申すので召し連れてまいりました「俺に会いたい何者だ」「私は初と申します」「娘はまだ震えの止まらぬ声で言った」 三日前に田倉の財でご家来のお世話になりましたのでそれと少しお頼み申したいことがございましたので「お前一人なのか連れはないのか」「はい」という娘の様子を見て敵の探索ではないと認めたのであろう武将はうなずいて「ではこちらへ参れ」と言って 宿所の方へ戻って行った。かなり疲れてもいるし空腹でもあるようだったので宿所へ連れて戻るとすぐに汗を拭わせまた家の者に命じて食事をさせた。彼女は17歳くらいの眉のはっきりした目の大きな顔立ちで体は成熟しかかっているのに人を見る表情は まだまるで少女らしい。その年頃の娘によく見かける様子の娘だった。言葉に鉛があるので尋ねると、陸前の国柴田の生まれで、これからそこへ帰る途中だということだった。それで、どうしてここまで尋ねてきたのか。食事が済んでから、貝い節の煙の揺らめく端近に座って、 武将は静かに娘の話を促した。初は丸い膝の上にきちんと手を揃え、つつましく目を伏せて語り出した。年の割にしては、気性のしっかりした生まれつきと見え、無駄の少ない容量を得た話しぶりであった。彼女は、下野国大田原の朝商人をしている叔父の家に、 三年前から手伝い奉公をしていた。それがこの夏の初め頃、上杉影勝と徳川家康との間に戦が始まるという噂が広まり、いよいよ危うい様子に見えるので、故郷の柴田から父親が心配して迎えに来た。叔父も帰った方が良いというので、すぐに支度をして父と一緒に出立したが、 その時はもう白川口は通行が難しくなっていたから岩木を回って行くつもりで棚倉に差し掛かった折りやしく夜道になってしまい宿を探しているところへいきなり不老ののぶしたちが出てきて親子を取り囲んだ私をかばおうとした父はすぐ打ち倒されてしまいました娘はその時の恐怖を思い返すように 肩をすくめながら言った私、もうダメだと存じました。一人の手が肩へかかったとき、舌を噛み切ろうといたしました。そのとき、ご家来の方が気合わせて助けてくだすったのです。父は頭と背中にひどい怪我をしておりました。ご家来の方はその手当てをしてくださいました上、 なお、お持ちになっていたお薬をも置いていってくださいましたが、父は年もとっていますし、体も弱っていましたためか、その夜明け近くにはかなくなってしまいました。娘は朝になるのを待って、付近の農家の者に助力を頼んだ。人々はすぐに集まってきてくれた。寺から僧も来た。 そして、見知らぬ土地とは思えない、心のこもっただびが行われて、父親は一片の骨となった。あの包みが父の遺骨でございます。ハツは、そっと目頭を押さえながら続けた。その村の人たちは、しきりに引き止めてくれましたけれど、私は、 一日も早く故郷へ帰りたいと存じまして、振り切るようにして立ってきたのでございます。それは誠に気の毒なことだ。武将は痛ましそうに何度もうなずいたが、しかし故郷へ帰るのに、どうしてこんなところまで追ってきたのか。はい、それは。言いかけて娘は、 しばらく口ごもる様子だったが、すぐ思い切ったという調子で、それはあの、助けていただいたご家来の方にお会い申して、その時のお礼やら、父の最後の模様をお話申し上げたいと存じました。そしてその上で、もしお許しが叶いましたなら、鬼田の後について行かせていただけますようお願い申したいと存じまして、 陸前までの道は遠く。まして、この騒ぎの中を、娘一人の旅は無謀というより他にない。兵たちと一緒なら大丈夫、と考えた気持ちはもっともであるし、身の上の哀れさは、強く武将の心を動かした。けれども、こちらの事情はもっと厳しく、危険はさらに大きい。到底、娘の足などで、 ついて行ける道すがらではないのであるその時の太子の名は知っておるのかはい三瀬新九郎様と伺いましたああ三瀬か思い当たると見えて武将は振り返ったちょっと三瀬を呼んできてくれあれはここにはおりません 脇にいた副将が答えた。相良の先方隊に加わって、もう出発いたしました。そうか。と武将は残念そうに頷ういた。娘の初は不安そうにこちらを見上げていた。今聞く通りだ。その者はもうここにはいない。先方隊というものに加わって、 先に出発してしまった。またこの人数と一緒に行きたいとのことだが、我々は山々谷々の謙遜な道を突破しなければならぬし、事情は言えぬが、絶えず敵に付け狙われている。いつ不意を襲われて合戦になるかもしれないので、とても女の足でついてこられるものではない。 シンクロにはお前が礼に来たことをよく伝えてやるから、夜が明けたら塚川へでも降りて、叱るべき人を頼んで故郷へ帰るがよい。理を尽くした武将の言葉に、娘は目を伏せながらはいと答えた。けれども眉のあたりには、心の決まった確固とした意志の漂白があるように見えた。彼女は静かに立ち、 背負ってきた包みの一つを持って戻ると、途中で見つけましたので求めて参りました。皆様に召し上がっていただこうと存じまして。そう言いながら包みを解いた。中からは和製の見事な梨がコロコロと転げ出した。それを拾い集める娘の手が、ほのぐらい日明かりに。 思いがけないほど白く生めかしく映し出されて見えた。明る早朝、まだ天地の暗い自分に、この一体は北へ向かって進発していった。渋滞が先頭になり、やりたい、抜刀隊と続き、しんがりには二打十二頭という順で。彼らは暁の濃い霧を押し分け、 山階の険しい道を踏んでこの間隠れに黙々と遠ざかっていった部落の人々は長いことそれを見送っていたがやがて思い思いに散ってしまうと村長の家から昨夜の娘が道へと出てきたすっかりと足ごしらえをして背中には遺骨の包みを結びつけていた彼女は傘を上げて 谷の彼方を見やり、キュッと唇を引き締めながら、しっかりとした足取りで、武者たちの後を追って歩き始めた。小谷弥平は、伊達政宗の家臣で、侍大将を務めていた。松川菱の差物、とさえ言えば名の通るものの筆、ことに先駆けを戦うのに後者だった。 その年六月、徳川家康が合図政党の号令を出すと、伊達政宗はすぐに兵をまとめて帰国の都に着いた。そして、下付の国へ入ると間もなく、小谷弥兵に特別の任務を授け、百五十人の大使をつけて先行を命じたのである。特別の任務とは、 感動を強行して敵の白石城へ迫り、本軍攻撃の足場を確保することだった。日立の佐竹も岩城の岩城定高も敵である。合図は元より上杉の本領だから、白石へ強行するには、阿武熊三景の教官の堅牢を行かなければならなかった。野兵は副将として吉岡弧録。 相良寛兵衛の二人を決め、兵糧、弾薬を十五打の馬に積んで出発した。吉岡、古六は岩木の国、相馬の生まれであり、相良寛兵衛は岩城の田村の将の出である。それで二人は交互に先鋒隊となって、道すがらの穴井に立ちつつ、白川の旧石のあたりから山道へと分け入ったのであった。 季節は夏、道は堅牢を極めた。その上、夜になって宿営すると、どこから忍び寄ってくるのか、不意に敵の銃撃を受けた。これは全く思いがけぬことで、大使たちは一時かなり混乱したが、野兵は即座に応戦してはならぬと厳しく命令を出した。各隊は分散して、 伏せ切り込んできたらひっくるんで撃つ。そうでなければ一段も応者してはならんぞ。混乱しかけた兵はすぐに静まった。野襲は激しかった。大掛かりなものではなかったが、誘い出そうとする戦法があからさまだった。第一夜には兵を五人と馬を一頭やられた。次の止まりは無事だったが、 第三夜にはまた兵四人と二打を一頭失った。どうして山海の感動を行くこの小谷隊を敵が嗅ぎ出すのかわからなかった。彼らはまるで見てでもいるように、正確に宿営地へ襲ってきてはわずかながら必ずいくらかの損害を与えるのだ。彼らがどうしてこっちの行動を探知するか。 それが分からぬ限り、防ぐ方法は一つしかない。つまり、どこまでも警戒を厳にし、損害をできる限り少なくすることだ。野兵は立場の定めを厳しくした。現今の立証にあたるもので、許しなくして持ち場を離れたるものは、理由の遺憾にかかわらず死罪たること。 そういう規律を固く申し渡したのである。暑熱と剣路を犯して強行する兵士たちは、宿営地へ着くともうヘトヘトだった。その疲労しきった体で、なお立場に立つのは、刀を交えて戦うよりも苦しく辛い。けれどもそれは、文字通り、全大使の命を預かる役目なのだ。 ほんの一瞬の油断がどのような損害を招くかもしれない。定めに背くものは死罪というおきては決して厳しすぎはしなかったのだ。竹抜きを出立した小谷隊は鮫川の上流にあたる渓谷を渡っていった。夜兵は道が高くなっているところへ来るたびに伸び上がって後ろを見返り見返りした。 やっぱりついてくる。あるときは黒ずむほどの木立ちに覆われた急な坂を、あるときは身の丈を抜く夏草に挟まれた蒸されるような埃り立つ道を、また木も草もなくギラギラと日光の直に照りつける岩地を、夕べの初というあの娘が懸命にこの体の後を追ってくるのが見える。列の中へ入れてやろうか。 ヘイは何度もそう思った。またニ打のせい乗せて行ってやろうかとも。けれどこの隊の目的の重大さを思うと、それは不可能だった。道の具合で時々娘の姿がしばらく見えないことがある。するとヘイはほっとして、ああ、やっと諦めたな、と思うのだが、まもなく娘はまた現れる。 背に遺骨の包みを言いつけ、少し前かがみになって、草林の中から、崖の角から、とぼとぼと、しかし懸命に追ってくるのが見えるのだった。岩木漁の宮下という部落で、先に来ていた相良官兵衛の船体と合しそこで弁当を使った。市販時の足休めである。大きな頬の木の下で、 腰病路を開きながら、野平は使い番をやって、三つシンクロを呼ばせた。シンクロはすぐに来た。二十四五になる背丈の高い体で、おも長の目の澄んだおとなしそうな顔つきの若者だった。お召しでございますかと言って彼が面前へ立ったとき、小谷野平は、うん。 と頷いたなり言葉に詰まった田倉での出来事を聞こうと思って呼んだのだが今さら彼に聞くことはないとまた初という娘のことを話したところで若者の心をいたずらに騒がせるだけであるつまり呼んでみても仕方がなかったのだ三瀬ン九郎でございますが何かご用ですか うん。その方、今日から俺の下へつかぬか。相良へは俺からそう申してやるが。手元で使ってみたいとふと思いついたのでそう言った。シンクロは気厳そうに目を見張っていたが。ありがとうございますが、できることならこのまま船体に置いていただきたいと存じます。俺の下では窮屈とでも思うのか。 さようなことではございません。ただ船体におります方が、私には働きがいがあるように思えますので。船体は道を調べ、敵の状況を探りつつ本体を導くのが役目だった。骨も折れるが、それだけやりがいもある。シンクローがそこから離れたがらないのも無理ではないだろう。もともとその場の思いつきで言ったことだから、 ヘイはそれでもと押し付ける気はなかった。ではいいから今のまましっかりやれと言い、シンクロの去ってゆく後ろ姿を見送りながら、いい若者だなとつぶやいた。真面目な汚れのない顔つきだし、口の重そうないかにも北国人らしい厚みのある人柄が温かく印象に残る。 かツという娘とその父親を救ったことなどは、さして問題ではないけれども、大使の中でも誰一人知らぬらしいのがゆかしく思えた。ああいうものが、いざという時に目覚ましく働くのだ。白石の合戦には目をつけていてやろう。弁当を使いながら、野平は心楽しく、そんなことを思い続けるのだった。 戻ってきたシンクロを見ると、さがら勘兵衛が呼び止めて、何のようだった、と聞いた。シンクロはありのままを答えた。勘兵衛は顎骨の張った眉の太い唇をいつもへの字なりに引き結んでいる頑固そうな男で、何か気に入らぬことがあると、ペッペッと唾を吐き散らす癖があった。彼は今も、 その癖を出しながら、ひどく気に入らぬげに鼻を鳴らした。冗談じゃない。船体からお前を抜かれてたまるものか。しかし、それで済んだんだな。はい。元のままで良いことになりました。じゃあ、早く弁当を済ませるがいい。今日はこれから吉岡隊と交代だが、道が長いからな。シンクロは、 自分の場所へ戻って腰病楼を開いた。そして彼が麦わら山の影へ座ると間もなく、吉岡隊の戸田玄七という若者が来て、何気ない様子で、よく晴れるなと空を見上げながら言った。青々と晴れ上がった空を眩しそうに目を細めて見上げながら、けれどもその目は油断なくあたりの人の目をうかがっている。 行軍には辛くなろうが、一雨欲しいものだ。こう晴れ続きではたまらない。シンクロは口の中のものをゴクッと飲んで、ほとんど聞き取れぬほどの声で素早く言った。何事もない。そっちはどうだ。何事もない。と原七も素早く答えた。今日は俺の方が先隊だそうだ。 なんだかそろそろ尻尾をつかめそうな気がする。何かそんな糸口でもあるのか。まだ何とも言えないが、そう言って源七は指をピッと鳴らした。しかし、とにかく近いうちにきっと。慎重にやれ。しくじるとそれまでだぞ。うんとうなずきながら源七がそしらぬ顔で元の方へ去ってゆくと、 シンクロは何事もなかったように弁当を続けた。彼が相良隊に留まりたいと主張したのは、働く甲斐があるという単純な理由だけではなかった。三度目の宿営地で敵の夜掛けを食った時、彼はふとある疑いを感じたのである。この隊が白石へ強行することは隠密で、 伊ての本体でも知っているものは少なかった。しかも山海の知られざる感動を行くのだから、よし敵が探り当てたにせよ、各まで正確に宿営地を襲うことは尋常では不可能なはずだ。もちろんその点は誰しも不審だったろう。けれども敵地の中を先行して行くという事実が、そのくらいの抵抗は予想させたから、 損害をできるだけ少なくしようと努める他にはあまり関心を持つものがなかったのである。シンクロはそうではなかった。彼は内通者ということを疑ってみた。大使の中に敵へ内通し宿営地の手引きをする者があるのではないか。乱世のことで他に例のないことではなし。ことに大使たちは 多くこの付近から期待かけての出身である。上杉寮に深い縁故のある者も,もいよう。そう考えてみると、敵の野衆の正確さがますます疑わしくなる。そこでシンクロウは、密かに戸田玄七と図って、大使たちを監視し始めた。玄七は同郷の古い友達で、 彼より一歳だけ年長だったが、自分ではシンクロの人柄に契服して刑事していた。二人とも無口な性質で、向き合っていても話などは録ろ録くろくせず、口で言うよりも心で語り合うという風だったから、こういう場合にはくだくだしい説明なしにぴたりと気持ちがあった。内通者がいるとすれば船体の中だ。 少数で先行しながら、道を調べ、敵情を探って本体を導く。つまり、全体の行動を決めるのだから、その中にいると見ていいだろう。二人の意見はそう一致した。幸いシンクロはサガ隊にいたし、源七は吉岡隊にいる。両者とも交番に戦隊を務めるので好都合だ。 どのようなことがあっても他人に悟られるな。固くそう誓い合って、二人は密かに監視を続けてきたのである。原七は今、そろそろ尻尾がつかめそうだ、と言った。事実、何か見つけたとすれば、用心の甲斐があったと言うべきだ。シンクロは、ふと目を上げて、セミしぐれの湧くような木々の小を見合った。 宮下を発した小谷隊はその夜、三笹という部落で宿営した。竹抜きでは珍しく野衆がなかったので、ことによると敵の追従から逃れたかと思い、また今夜こそ危ないぞ、という気もした。すると、果たして午前一時ごろになって、夜明けだという立場の叫びが聞こえ、ほとんど同時に、 ごく近いところから敵が銃撃をあぶせてきた。こちらはもう数回の経験で慣れているから、全員はすぐ分散してそれぞれ遮蔽物の影へ身を隠したが、敵もまたこっちの応戦しないことを見極めていると見え、前へ前へと大胆に進みながら打ちかけた。一番接近したものは日縄を吹くありささえ見えたほどである。 意欲は飽きもせず打ち上がる。奴らは打てるだけ打って、早く2を軽くしたがってるんだぜ。鉄砲だけ打っても突っ込んでこないところを見ると、奴らの刀は錆びついているに違いない。上杉ではなくて、打ち過ぎと名を変えるがいい。プ畜生、俺の髭をかすりやがった。そんな囁ささきがあちらこちらに聞こえた。 シンクロは古いカシノキの幹にぴったり身を寄せかけ、敵の様子とあたりに潜んでいる味方の者たちをじっと見守っていた。今この瞬間にも敵へ何か合図しているものがあるかもしれない、と思ったからだ。銃弾はしばしばカシノキを撃った。そしてバラバラと樹皮を跳ね飛ばしたり、幹をえぐって、 後ろにいるシンクロの方をかすめたりした。こりゃたまげたなあ。すぐ右側の大妃の山の陰で妙な声を上げるものがあった。この騒ぎの中で俺のほっぺたをかがくった。よっぽど担えていたんだなあ。それを聞いて周りにいた四五人のクスクス笑う声がした。 シンクローも思わず苦笑した。矢内竹左衛門という男で、とんでもない時に突拍子もないことを言ってよく人を笑わせる。黒川財の宗家の出だそうだが、合戦になると大胆不敵な戦いぶりで、いつも抜きんでた手柄を立てる若者だった。その頃から銃声が左へ移り出した。 はじめ敵は正面と右翼へ必死と打ちかけていたのだが、ようやく左へ左へと移り出し、時折ドッと誘いの時をあげた。一度は潜んでいる松林の中から十四五人ばかり飛び出して記載した。獣荷の先光でその姿を見つけた味方の兵たちは、抑えようのない闘志をそそられたと見えて、一斉にうめき声をあげた。 出てはいけない動くなそういう戒しめのしったがなかったら、おそらく彼らは切って出たことだろう。敵の様子は明らかにその木を誘うもののようだった。その世の損害は大きかった。兵8名と足軽3名が討ち死にし、他に負傷者が10名ほどあった。 夜明けの爽やかな光の中で死者をダビにする煙がゆらゆらと立ち上がるのを見返りながらしかし長くは名残を惜しむいとまもなく彼らはまた黙々と北へ向かって出発した奈良派の群と田村の聖都の境にまたがる大竹山は阿武隈山系の中でも抜きんでて高くその懐には夏井川 木戸川、大滝根川などの深い源流渓谷を抱いている。三笹から夏井の渓流を渡ってきた小谷隊は、二日目の暮れ方に大竹山の両側の高原にある波山という部落について野営をした。片方は草林の密生した山の急な斜面だし、高原の左は段下がりに低くなって、 三春号へ通ずる大声のあたりまで見通すことができる。眺望が広いので、敵襲に備えるには屈強の場所だった。珍しく船体も一緒の陣止まりで、晩には鳥が煮られたり、少しずつではあるが、酒も配られた。山へ入って以来、初めての地層だし、高原の夜の思いがけない涼しさも、 何やら拾い物をしたようで、みんな久しぶりに気持ちの浮き立つのが感じられた。おいみんな、俺たちの後から若い娘がつけてくるのを知っているか一人がわずかな量の酒をさも大切らしく、舐めるようにしてすすりながらそう言い出すと。なんだ、貴様知っていたのか目の速いやつだ。というものがあり。 俺も知っているぞ。俺も見た。などと四五人がバレがちにその話を始め、まだ気づかなかった者は、なんだなんだ、と強日ありがに膝を寄せてきた。えへんと、初めに話し出した男が気取った咳をして、年はまず十六か七だろうな。いいから黙って聞け。丸ぽちゃで、 ふんわりと綿の花のように軽そうな体つきだ。遠山に霞のかかったような眉。山組の実を二つ重ねたような恩唇。髪はカラスの濡れい色さ。黙れ黙れ。さような通俗なものではない。俺の見立てを言えばさ。やっぱりカラスの濡れい色か。くすくすと。 押さえつけたような笑い声が起こった冗談は抜きにしてその娘がつけてくるというのは本当か嫌に乗り出してくるな本当だよ足弱の風にも耐えぬという身で山坂いとわず追ってくるんだ一体誰を追ってくるんだ伊五右衛門様へのうと言ってなこいつ厚木が頭へ来たと見える。 今度はわっと笑い声が高く上がった。しかし自分たちの声に自分たちで驚き、シュッと言い合いながら慌てて肩をすくめたり口を塞いだりした。一体どこまで事実なのかと真面目に問いかけられると誰も確かだと言えるものはなかった。竹抜きからここへ来るまでに そういう娘を見かけたことは見かけたが、それが同じものであるか、果たして小谷隊の後を追ってくるのかどうかは、無論知るよしもない。あぶくまの狐だろう。しまいにはそんなことを言い出すものもあり。やがて話は他へ移ってしまった。その仲間から少し離れたところで、わらたばの上に寝転んでいたシンクロは、 その話を聞きながら、ふと記憶のどこかに、そういう娘の面影が潜んでいるように感じた。誰だったろう。十六か七の年頃で自分を追ってくるような娘。なんだかすぐその顔が思い浮かびそうだった。故郷のものかしらそれとも髪型のものかしら 確かにそういう娘がいそうに思えるのだがそしてその小姉まで聞こえそうなのだがしかし突き詰めて考えると故郷にも髪型にもこんな山階の奥まで自分を追ってくるような娘はいるはずがなかった彼はそっと頭を振りながら若さというものはこんな些細な話にも つまらぬ空想を働かせるものだと思って苦笑した。そこへ、涼しい晩だなと言いながら戸田玄七が歩み寄ってきた。彼はシンクローと並んで藁束の上へ仰向きになって寝転び、両手を頭の下に敷いて深く息をついた。美しく澄み通った星空が、 手の届きそうなほどにも低く見える。薄い綿雲が二つ三つ流れているばかりで、キラキラと輝く群生を遮るものもない。原七は投げ出した足をだるそうに組み直しながら、この間のは思い違いだった、と囁いた。それから声を高くして、こうしていると故郷を思い出すな。 と言ったするとまるでそれに答えるもののように少し離れたところから「三座しぐれ」を歌い出すものがあった「三座しぐれか茅野の雨か音も背で来て」という伊達軍の出陣外人に歌われる歌であるさすがに声は潜めているが三人五人とそれにわすものがありやがて 暗がりのそこここから虫の根の湧くような合唱になっていった。それはもう外人の歌ではなく、闇がたい望郷の思いだった。敵地をくぐって強行する張り詰めた時間から解き放たれて、身も心もふるさとの山外はせ戻る一時の詠嘆だった。こんな晩はこれが最後だろうな。 シンクローが静かな調子で言い出した。こういう美しい星空を見ていると、俺は決まって思い出す話が一つある。髪型にいたとき会った老人から聞いたのだ。老人は、元織田を不幸のばっかにいた、いわば無名の侍だが、長篠の合戦のとき、本陣にいて見たことだという。 あの時、甲斐の武田勝頼の家来に、ただ心蔵というものがいて、敗戦の時、不幸にも織田軍の手に捕らえられ、信長公の本陣へ引かれてきた。ただというと、ただ淡路の神のゆかりのものか。淡路の神の次男だそうだ。慎九郎は、藁束の上でちょっと身をずらし、星空をじっと、 と見上げながら続けた。信長公は淡路守の,のこと聞いて、ただならば同じ美濃の国の出身である。改めて自分に随人せぬかと言われた。心臓は黙っていた。信長公はさらに悪玄太も一度は縄にかかった。戦場では捕虜となることもない試しではない。 自分の家来になるなら、食録も望むほどは取らせよう。そう言って、熱心に随人するよう勧めた。けれども、やはり、心臓は黙っていて答えない。そこで信長は、その縄を解いてやれと命じた。警護の侍は、命ぜられるままに心臓の戒めを解いた。その時である。そこまで言いかけて、 不意にシンクローは身を起こした。向こうから自分の名を呼びながら来るものがあるのだ。ちょっと行ってくる。そう言って彼は立って行った。呼びに来たのは使い番だった。小谷弥平が用事だという。すぐに宿所へ行くと、弥平と吉岡古六が表に出て待っていた。 ああ、ご苦労。と野兵は、シンクロの礼を遮りながら言った。実は、立番の者が急病で一人欠けたのだ。気の毒だが、その方を代わりに立ってもらいたい。はい、承知いたしました。では、すぐ支度をして来い。支度はできております。そうか。では、これが番の銃だ。 そう言って野兵は、ひなわのついた銃を渡し、モースまでもあるまいが、立場の置き手を忘れるな。銃には弾丸一発、敵の夜明けを認めた時の他は撃ってはならない。いいか。はい。ご苦労ともう一度言って、野兵は宿所へ入った。新九郎は、すぐ吉岡古六に案内されて、 自分の持ち場へと出かけていった。彼が番に立ったところは、この高原の部落から大越へ下る裏道の切通しの上で、松林のあるちょっと広い大地のような場所だった。一人になると、銃の火縄が見えないように脇へ隠し、細い松の四五本固まっているところを選んで立場番に着いた。 まだそう老けてはいないはずなのに、一人になってみると、高原の冷える夜きが身に迫るようにも感じられ、そのためか虫の根も心細げで、なんとはなく晩秋のような気がするのだった。そういえば、今日ここへ来る途中の崖道で、美しいん林道の咲いているのを見た。その時の、 鮮やかな目に染みるような紫が、シンクローには今もまざまざと印象に残っている。子供の頃、山へキノコを取りに行くと、よくあれが咲いていた。そういう海藻が、なおさら秋の思いをそそるのであろう。シンクローは松の幹にもたれかかって、静かに星の瞬く空を見上げるのだった。 一時ほども立ったであろうか。部落の方から人の足音が聞こえてきたので、彼はすぐ道のそばまで出て行った。足音はずんずん近づいてくる。彼は銃を持ち直して追加した。武将の見回りだとは思ったが、それが立番の役目なのだ。相手はすぐ、俺だ。 と言いながらこちらへ寄ってきた。相良勘兵衛だった。彼はガンドウ上鎮を差し向けながら、なんだ、三瀬か、と言った。その方、今夜が立場に当たるのか。はい、急病人が出ましたそうで、代役を押せつかりました。それはご苦労だな。しっかり頼むぞ。 そう言って兵衛は行こうとしたが、ふと何か思い出したというように振り返った。そして、珍しく打ち解けた調子で言った。その方の勤めぶりは俺がよく見ている。人のいるところで言えることではないが、檻があったら身の立つように推挙するつもりだ。白石へ着くまでの辛抱だと思って、もうしばらく頑張ってくれ。 わかったな。シンクロは黙っていた。そういう言葉には答えようがなかったのである。勘兵衛はなお何か言いたげだったが、ひょいっと片手を振ってそのまま向こうへ立ち去ってしまった。なぜあんなことを言うのだろう。シンクロは元の位置へ戻りながらそうつぶやいた。つい先日は、 武将の小谷弥平から自分の死体来ないかと言われたし、今また副将の相良勘兵衛からそういう特別な言葉をかけられる。自分では決してそんな務めぶりはしないつもりだった。抜きん出て上役の目につくような務めは偽りである。そう信じて日常を慎んできたのに、二人から 同じような悲劇を受けるのは心外だった。やはり俺のどこかに純粋でないものがあるのかもしれない。これはよくよく注意しないといけないぞ。そう反省しながら、ふと彼はびっくりしたように切通しの方へ振り返った。相良殿が切通しを降りていく。シンクロは 思わず銃を取り直した。さがら勘兵衛は切通しを降りていった。シンクロは己を反省しながら、その耳は無意識のうちに勘兵衛の足音を追っていたのだ。夜露に湿った道をわらじで行くのだから、聞こえるほどの足音はないはずだった。シンクロがそれを聞き止めたのは、 勘であるそしてその勘が確かだと見るなり、彼は半ば反射的に銃を取り直して大地の斜面を滑り降りた。下は段畑になっていた。彼は星明かりを頼りに物音を忍ばせながら下へ下へと降りていった。売り畑があった。番小屋のような小さな建物があり、 一段下がったところに水車が回っていた落ちてゆく水はそのまま絶え引くのであろう石でたたんだ石へとまっすぐに走っている石について下りかなりな高さの包みを飛び降りると桑畑だったそこからはすぐ左側に切通しから曲がってくる坂道が見えるシンクロは クワ畑の中にかがんで息を潜めながらじっと坂道を見守った。何のために官兵衛の後をつけるか。彼は改めて自分に確かめる用はなかった。たとえ相手が誰であろうとも、こんな時刻に宿所を離れるのは不審である。それだけで彼は自分の取るべき態度を決めた。 そのことの結果がどうなるかは問題ではない。全大使のために内通者を突き止める。ただそれだけでよいのだ。その他のことは八万。どうあろうとも神の城示すままである。ひたひたと湿った土を踏む足音が近づいてきた。坂道の片側に奈良の並木が続いている。 時々岩道上鎮の光がちらちらとこの間に動いた。足音はシンクロの正面を通って右へ行く。並木の出外れた道はすぐにみっしり枝葉を差し交わした藪の中に入る。足音がその藪の中へ消えて行くのを待って、シンクロウは桑畑からそっと抜け出した。そして、 道へ上がってヤブの入り口まで行ったが、すぐに後ろへさっと身を引いた。闇の中のついそこで人の気配が感じられたのだ。彼は道の脇へ潜んでじっと耳を澄ました。行き詰まるような瞬間だった。暗がりで人の姿は全く見えないが、一言二言。 何やらささやき合うのがかすかに聞こえた。そしてすぐに足音の一つは向こうへ去り、一つはこちらへ戻ってくる。シンクロは身をかがめてそれをやり過ごした。戻ってきたのは紛れもなく相良勘兵衛だった。彼はシンクロのすぐ目の前を通って、坂の方へと大股に登っていった。 シンクローはそこへ銃を置き、足音を忍ばせて、後ろから静かに追いついた。お待ちください。突然後ろから呼びかけられて、勘兵衛は、あっと叫びながら振り返った。シンクローは、その驚愕の真っ向を叩くように、ずかずかと歩み寄りながら言った。三瀬シンクローです。 今の始終を見ていました。何何すっかり見ていたんです。ご弁明がありますかそれは念のための確かめだった。しかし、その言葉が終わらぬうち、官兵衛はいきなりガンドウジョチンを投げつけ、鋭く叫びながら抜き打ちを浴びせかけた。もちろん、帰したことである、というよりも、 むしろそれは事実が確かめられた証拠だった。間違いないという確信はそのまま切るという決意につながった。官兵衛の抜き打ちをかわしもせず、シンクロは踏み込んで力いっぱい体験を打ち下ろした。物を吐くようなわめき声と強い手応えがあり、官兵衛は道の上へダッとのめった。 シンクロはさらにその首の根へ一刀入れて後ろへ飛び刺さった。勘兵衛は起き上がろうとして二度ばかり頭を上げたが、間もなく大きくため息のような呼吸をして動かなくなった。シンクロはそれでもなおしばらく様子を見ていたが、やがて体験を押しくって鞘へ収め、 元のところへ戻って銃を取ってきた。それから死体を引き起こして懐を探った。あまり話し声が聞こえなかったところを見ると、密書でも取り交わしたに違いない。そう思ったのである。懐には何もなかった。火打ち袋を開けてみた。腹巻きも解いてみた。そしてようやく。 武者鉢巻の下から小さく折りたたんだ紙切れを見つけ出した。静かに広げてみると、ごく薄くすいた紙に何か書いてある。シンクロは銃の火縄を取り、その火を押し当てるようにして書いてあるものを改めた。それは大竹山から天皇山までの道すがらを書き、 宿営地と思えるところに種を入れた図面だった。しかも、その余白に注して、相馬年種の武将、近藤修善が、兵五百機を持って、時輪口に伏せているということが記してある。時輪口といえば、ここから三里ほど先の谷合で、もちろん、明日の道すがらに当たっている。危ないところだった。と、シンクロは、 肌寒くなる気持ちで呟いた。紙幣を懐へ入れて立ち上がった彼は、すぐに勘兵衛の死体を担ぎ上げ、右側の草林へ分け入って、百歩ばかり奥の笹村の中に隠して戻った。道の上に飛び散った血潮の跡を踏み消し、落ちている死者の持ち物を桑畑の中へ投げ込み、すっかり跡を片付けると、 初めて銃を取って坂道を己の持ち場へと駆け上っていった。滑りやすい坂を上り詰めて松市の方へ曲がろうとした時である。いきなり闇の中から、待て何者だと叫んで、ガン上鎮を真っ向へ差し付けられた。突然でもあったし、息もつかずに駆け上がってきたので、 彼にはすぐ返答ができなかった。スイカしたのは小谷弥兵だった。後ろには吉岡小六がいた。お前は三瀬新九郎だな。弥兵は歩み寄りながら言った。どこへ行っていたお前は立番ではなかったのか立番でございました。立番には置き手がある。 知っているかはい。シンクロは姿勢を直していった。許しなくして持ち場を離れたる者は、死災を問わず死罪たるべきこと。野兵は聞き終わるなり、くるりと首筋を返し、後ろにいた吉岡古六に向かってはっきりと言った。三つせシンクロは起きに背いた。対等を取って宿所へ引け。 戸田玄七が話を聞いたのは参考を過ぎてからだった彼はすぐ宿所へ駆けつけた吉岡古六は安読のそばで何か書き記しているところだったが玄七を見ると黙って自分の前にある席を指し示した「一体どうしたのですか?」という玄七の質問に対してそれはむしろ 俺の方で知りたいことだとコロクは答えた。お旗頭と一緒に見回りに行ったら彼がいない。用でも足しに行ったかと声をかけたが返事がないのだ。あれに限って掟き手に背くようなことはないはずだ。お旗頭もそう言われた。すると四半時も待ったろうか。やがて彼が切通しを駆け上って帰ってきたのだ。 何かか。申ししませんでしたか出て行った理由は言わなかったのですかここへ連れてきてからお旗頭と俺で繰り返し尋問したけれどもがんとして理由を言わない掟に背きましたご法通りに願いますその一点張りだったどうしようもないのだではやはり死罪でございますか 明け七つがその極限だ。五六はそう言いながら今まで書いていたものの上へ目をやった。それはやがてシンクロの死罪にあたって読むべき申し渡し状であった。厳七はしばらく黙っていたが、やがて表を上げながら、お願いがございます。と言った。 私と三瀬とは幼少からの友でございました。ことに酔いのうち彼から聞きかけた話がございます。今生の別れに話の残りを聞きたいと存じますが、お許し願えませんでしょうか。五六はそっと襖の彼方へ目をやった。そこにはおそらく古谷弥平が寝ているのであろう。 ロ六はその寝息を伺っている様子だったが、やがて頷いていった。向こうの隠居所にいる。万死には俺が許したと申せ。ありがとうございます。剣七は後ろから追われるように縮小を出ていった。その建物は庭外れにあった。後ろは古いカシの木を隔てて崖に臨み、 左右はあばらだけと小松の植え込みになっている。ささやかではあるが、いかにも旧家の隠居所という感じだった。源七は表に立っている二人の番子に許しを得たということを伝えて家の中へ入った。中は八畳ほどの一間切りで、シンクロは今水髪に言い直したばかりの頭を撫でていた。 すすけたあんの光がゆらゆらと揺れながら片方の壁に大きく彼の影を映していたさっきの話が中途だった原七はそう言いながら上がったそれで番頭にお許しを得てきた話の残りを聞かしてくれ話の残りああただ心臓のことか シンクローはニッと微笑した。そうだった。あれが途中で切れたままだったな。原七はむずと座りながらシンクローの目を見守った。シンクローはちらと戸口を見た。二人の番手はどうやら庭の彼方へ去ったようである。おそらくは旧友の別れの邪魔をしたくないというつもりであろう。 シンクロは、こちらへ、と原七を目で招きながら、懐から宣告の紙幣を取り出した。これは、密書だな。原質は、開いてみて目を見張った。では、内通者を突き止めたのか突き止めた。それをよく見てくれ。ここから天皇山までの道筋と、 宿営する場所が書いてある。州を入れてあるのがそうだ。つまり宿営地は敵が決めていた。我々は敵が決めた場所へ陣止まりをしていたんだ。これでは夜がけは思うままだし、むしろ損害の少なかったのが不思議なくらいだ。何者なんだその内通者は誰だそれは言えない。 いずれはわかるだろうが、俺の口からは言えない。だが心配しなくてもいい。そいつは俺が切った。そう言って彼は自分の右手をじっと見た。現室はいろいろな感情が突き上げてきて、しばらくは何も言えなかった。今目の前にいる友は、まもなく死罪になるのだ。同じ故郷に生まれ、 同じ風雪の中で育ってきた。幾度共に先人を浴びたことだろう。幾度一緒に生死の境をくぐったことだろう。その友が今首の座に治ろうとしている。しかもその罪は罪と呼ぶことのできぬものだ。むしろ全大使の命を危険から救った巧妙でさえある。 これをむざむざ死罪にしていいだろうか。俺はそう思うのだが、源七は目を伏せたまま言い出した。事情をすっかり話すべきだと思うのだが、どうだろう。起手は確かに起手だ。けれども、今度の場合は違う。内通者を見出して切ったということは、 全大使の安全を守ったので、突き詰めて言えば立ち番をする根元を立ったのだ。ここで死罪になる法はない。俺は不承知だ。しかしそれでどうなる事情を話したらどうなるんだ少なくとも死罪にはならぬはずだ。そうかもしれない。 だが死罪を免れたとして、さてどうなるんだシンクロはじっと友の顔を見た。それから静かに被かりを振って続けた。死ぬことなど問題ではない。肝心なのはどう生きるかだ。俺は生きた。こうと信ずることを成し遂げたんだ。死罪を問わず死罪だという。 軍の置き手を曲げてまで命を助かろうとは思わないよう。静かな声だったが動かしがたい決意がこもっていた。まさしく彼にはもういささかの未練もなかった。置き手に背いて在死するという不名誉も他人から見てのことで自分が何をしたかは自分が一番よく知っている。 真実さえ確かなら死の名目などは末の末だ。俺は生きた。そういう確信を持って死ねるだけでも物のふと生まれた甲斐があったと言うべきである。その宙を忘れてはいけないぞ。シンクロは再び指を密書の上へ置いた。この時輪口には相馬軍の伏兵がいる。 ここから先の人止まりは、この図面に記してある場所を避けるんだ。分かったな。それから、これは預けておくから、俺の始末が済んだら、お旗頭に差し出してくれ。その前には行けない。固く約束したぞ。原七は答えなかった。渡された紙片を懐へ収めながら、たまりかねたように、くくと結び上げた。 シンクロはちょっと目を閉じ、遠くの物音を聞きすましでもするようにしばらく息を潜めていたが、間もなく低いつぶやくような声で話し出した。その縄を解いてやれという信長公の命を聞いて、警護の侍がそばへ歩み寄り、ただ心臓の戒めを解き放した。その時だった。 心臓はガバと羽を切ると、傍らにありあう槍を取り、ズブズブと四に人。周りにいたお田家の侍を目にも止まらず突き伏せた。凄まじい早業だった。お田家の人々は、あっと言って瞬時そこへ立ちすくんだ。それから初めて抜き合わせ、四方から取りつめてようやく心臓を打ち止めたという。 そこまで言いかけたとき、シンクロの閉じたまぶたを縫って、ふっと涙が溢れてた。老人から聞いた話はそれだけだ。俺はこの話を思い出すたびに泣ける。これをよく味わってくれ、厳室。ただ当たり前に聞き流してはいけない。ここに物のノの精水があるんだ。 己の名も命もない。どんな窮地に立っても最後まで戦い抜く。この心をよく味わってくれ。それに比べれば、俺の死などは恵まれているよ。夏の夜は明けるに早く、いつか障子がほのかにしらみ出していた。シンクロはそっと涙をぬぐい、 手を伸ばして暗闘の火を消した。それから静かに立ち上がって障子を開けた。すぐ前にあるカシノもおぼろに、崖の彼方は一面の濃霧だった。それで開けた障子の間から、煙のようにその霧が巻き込んできた。来てみろ、原七お前の好きな素晴らしい霧だぞ。 不思議な一夜だった。大使の中でも、性病と見られた若者が、起に背いて死罪に行われたし、副将の一人、相良官兵衛が行方知れずになった。どこへ行ったかもわからないし、夜が明けても戻ってこなかった。手分けをして付近を探したけれども、まるで消えてしまったように漱石がない。 先を急ぐ小谷隊は、それ以上そこにとどまってはいられないので、時刻よりは少し遅れたが、北へ向かって進発した。渋滞を先頭に、槍組、抜刀隊と続き、その後から足軽たちが二打を引いて、土ぼこりを上げながら遠ざかっていった。その小さな部落は、かくてまた元のようにひっそりとなり、 高原の乾いた道の上には、時折吹きすぎる微風が、くるくると埃りの渦を巻き上げていた。小谷隊が去ってから一時ほども経って、その乾いた道を、一人の娘がその部落へ入ってきた。背中に包みを唯いつけて、傘も着物も埃りまみれになって、わらじの鬼でも食われたのであろう。 右足を少し引きずるようにしてとぼとぼと歩いてきたそうして村はずれへ差し掛かるとそこに遊んでいた45人の子供たちに呼びかけた「お前さんたちここをたくさんのお侍が通ったのをお見出なかったかい通ったんじゃないよ」子供たちの一人が不平そうに答えた お侍さんたちはここで泊まったんだよ。オラの家なんか一番偉い人が泊まったんだぜ。なあ。そうだ、二人もだなニ兄やん。娘はそうと言って微笑した。それでその方たちはもうご出立なさったのああ、行っちまったよ。行くとき、うちへ泊まった偉い人がオラに銭をくれたっけ。 でもおじいさんが銭を持ってちゃいけないって取り上げられちゃった。それで、うん、もう行っちまったよ。ニやん。その弟と見える幼い子が言った。うちへ泊まった偉い人はお寺様へも銭をくれて行ったじゃないか。ニやんにくれたよりどっさりさ。お前知らないんだ。 あれはくれたんじゃないんだよ。くれたんじゃねえ。そばにいた別の子がしたたるい調子で説明した。お寺さんへはくれたんじゃねえよ。あれは死んだお侍の墓の。お墓の。なあみんな。そうだ、お墓のあれだよ。お墓の、お侍の銭だよ。とうがそう言ってたから。 何気なく聞いていた娘は、そこではっとしたようだった。死んだお侍とはどうしたのか病気で亡くなったのかそう咳き込んで尋ねた。子供たちはよく知らないと見えて、娘の咳き込んだ問いには誰もはっきりとは答えられなかった。どうしてだか知らないよ。朝早く大勢のお侍が集まってた。 そしてその後で見たら墓ができてたんだ。誰も知りゃあしない。そしてみんな行っちまったんだよ。その墓はそこに見えてるよ。そう言って一人の女の子が道の左側を指さした。そこは桑畑に挟まれてかなり広く夏草の生い茂った腹になっている。道から五十歩ばかり入った腹の中に ひとところ土が掘り返されて、荒墓と思えるものができていた。娘はそれを見ると、ではちょっと拝んでいきましょうね。と言って腹の中へ入っていった。二尺余り盛り上げた土の上に、表へただ名号だけ書いて、仏の主の名のない小さな墓標が立っている。娘は、 あたりに咲いている夏草の花を倒って、その墓に備え、静かにひざまずいて合唱した。あの方ではないでしょうけれど、あの方とご一緒にいらした方ですのね。どうぞ成仏遊ばしますように。かなり長い間、口の内で生名念仏していたが、やがて娘は立ち上がって膝を叩き、 そっと黙礼をして道へ出た。子供たちは今日を失ったものか、もう向こうの方でトンボを追うのに夢中である。娘は背負った包みの結び目を直し、いかにも痛そうに右足を引きながら、再びとぼとぼと北へ向かって歩き出した。小谷台の後を追って、 その頼りなげな足取りをせき立てるように、時折道から埃りを巻き立てる風が草原の中にある墓も吹き払っていた。娘の備えたのは夏草の名もなき花である。それがなんと似つかわしかったことだろうか。墓の主もついに己の名は立てなかったのだから。 一年と経たぬうちに墓標は倒れるであろう。盛り上げた土はすぐ崩れるに違いない。しばらくすれば元のように夏草が生い茂って、そこに墓のあったことさえ忘れられてしまう。だが、そうしてすべてがなくなっても、そこに死んだ三瀬慎苦郎の魂だけはなくなりはしないのだ。慎苦郎には限らない。 どれほど多くのもののフが夏草の下に埋もれたことだろう。その人々は名も残らず、電気も伝わらない。かつてあった形は跡形もなく消えてしまう。だがその魂は消えはしない。我らの血の中に生きている。我らの血の続く限り生きているのだ。 夏の日はようやく大竹山の木々の上に高くなった。